生命レッドエルフの赤井加穂です。サードシーズンではセカンドシーズンに出場させてもらった経験を生かして、サードシーズンは起用してもらったらその期待に応えれるように頑張っていきたいなと思ってます。 T リーグチーム戦なので自分だけのことを考えていてもダメだと思うので、チームの中では一番年下なんですけど、そんなこと考えずに起用してもらった時にはしっかりチームのことも考えて、そして自分のプレーを出せるように頑張っていきたいなと思ってます。15歳、今年で16歳と、今は週2のペースで始まっていて、勉強は得意ではないので、ある程度はやっていきたいなって思ってます。大変なんですけど、自分は勉強よりも少し卓球の方にこう中心にやっていきたいなって思ってるので、でもやらないといけないことはしっかりやって、それ以外の時間は卓球に使おうかなって思ってます。少しずつ高校生になるので料理とかはしていきたいなって思ってます。普通に料理何もできないので今は、その料理する環境もありますし、できてた方が損はしないかなって思って、高校生、遊ぶのもちょっとしたいんですけど、こんな状態でもありますし、少しずつは高校生らしい買い物だったりを楽しみたいなって思います。普通にユニバーサルとかにも行きたいとは思ってます。11-8 ゲームのマッチと日本生命レッドエルフ。セカンドシーズンよりも強くなった自分を見せれるように、日々頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。